ただいま緊急に動画を回します。人が足りません。足りない足りない俺の体もミーヤの体もキャパオーバーなってんのよな今。まあ、今一番求められてるのが初めての募集なんですが、うん、YouTube とか TikTok とかの制作舞台の求人ですね。これなぜかというと店舗の方も実際やってて、うん、SNS の活動もやってるけど、店舗も結構ね SNS 活動がありきで運営してる部分ももちろんあったりとか、うん、そこには頼ってないのはあんねんけど、やっぱここがなくなったら店舗の方も不安材料多くなったりすんねんけど、何分店舗も増えてきてやりたいことも増えてきてってなった時に無理なんです。僕らこのキャバじゃ基本的に運営を全部今4人だけで回してるからね。で俺もほぼカフェで撮られてるよ、うん、まあ宮部は育児があってその中でまあ個人のアカウントとかやってて、ここをもうほぼほぼもう定員いっぱいみたいな。まあ、みーやも店舗も結構見ながら、なあれじゃあまあ編集をメインでこうやってくれてんねんけど、追いつかない。この動画とかをね、普段見てくれてる人の中で破天荒夫婦のチームのメンバーに入りたいよっていう人がいたら応募してほしいですね。おるんかな。人生タイミングやから、大体の人ってさ、今こうやってる仕事とかも悩みながらやってんのが多いと思う。うん、なんかモヤモヤするな、ずっとと思いながら収入なくなったらしゃあないしと思ってずっとやり続けてるかもしれんけど、ほんまはこう編集やってみたいなとか、はい、破天荒夫婦と関わる仕事ができたらいいなって思いながらずっと見てくれてる人もおると思うねんか。タイミングあったらここ来たみたいなのあるもんね。ある、うんうん、だから今です。そういう運命の人が今見てくれてるかもしれない。動画編集をメインとして働いてくれる人がまず一人欲しい。次に全体的なこと、今後なんかこうやりたいこととも控えてて、そこをこう手伝ってくれながら、例えばサブちゃんとかそんなとかも担当してくれる人が一人、合計だからこの制作としては二人欲しい。まあ、能力は編集スキルとかっていうのはもちろん大事ではあるんだけど、一番大事なのは仕事に取り組む姿勢から。はい、どんだけ能力があっても、うん、結構サボり癖があるとか、うん、いい作品作っても納期は毎回遅れるとか、こういうのは別に一緒に働きたくないねんな、面白くなくなるから。だからもう一生懸命で、今編集スキルないって言っても1ヶ月で絶対覚えますぐらいの熱量で来れる人、今はすでにもう編集もやってて、あ、バリバリできますよみたいな人がおったらもうそれも神やから、うん、っていうのがちょっと一緒に働くメンバーとして新しく欲しいなっていうところ。はい、大阪に住んでる方ですかね。制作をやってる拠点がまあ南周辺に事務所を構えてるから、一番優先して採用したいのはそこに出社できる人。中にはね、熱量はあるけど関西以外に住んでますとかっていう人はリモートで、まあ、データじゃあ渡して編集やってもらうとか、会議もリモートでやるっていうのもまあなしではないかなって感じ。業態的にはできることではあるよね。できる、うん、外注みたいな感覚にちょっと近いかもしれへんけど、働き方もまあ一つではあるかなっていう。ただメインはやっぱり大阪の南周辺に出社できる人が欲しいって感じかな。一応概要欄の方にフォーム貼っとくんで、フォーム入力完了したから DM が、あ、応募方法はこういう形を取らせてもらいます、はい。まあ、ということで、まあ、実際これ動画に関わる仕事になるから、今はまあ自分が持ってるスキルを見たい、自己紹介動画を自分で作ってそれを送ってほしい。ただまあやったこともない人もいるから、自己紹介動画だけ撮ってもらってもいいかも。あ、もうテロップとかも何もなしで、うんうん、思いとかを伝えてほしいなっていう。尺はそれはお前2時間でも誰が見んねん、誰が見んねん。1分1分長くて3分。ええの、そんなんで、うん、思い溢れて3分とかは認める。思いが溢れすぎて2時間っていうのは見えひんけど一旦聞こう。ああ、まあ、気持ちだけ受け取る話聞こう。まあまあ、ね、まあっていうのをやってみたいと思いますので、破天荒夫婦と関わるお仕事をしたい人、ぜひ熱量上げて応募してください。お待ちしております。お待ちしてます。アホちゃう子っていう鍋やからね、今本店と別邸があんねんけど、間もなく繁忙期に入るんです。今閑散期やったから人数が少なくて回るから求人そこまでこう力でやってなかったけど、ちょっと今年の繁忙期は人が足りなくなさそうなんで、アホちゃん君も募集します。アホちゃん君これもう同様やね、会社が店舗増えてやってきてて、しかもいい形で全店舗黒字になってんのよ。働き方改革を今会社としてはやりたくって、決められた時給だけもらって決められた仕事をするっていうのはもちろんこれはまあありきでいいと思うんやけど、じゃなしに売上を上げるためとか集客を上げるために自分のこう知識とかから提案して、それを取り入れた結果売上が上がりましたみたいなとかを評価して時給をこう上げていったりとかっていう取り組みをしたくて、まあ、スタッフ関係も仲いいし、入ってすぐ覚えれますし、何より僕自身がバイトからの出で社員になってっていう感じなので、すぐ覚えやすいのが一番ですね。お客様から話しかけてくれることが多いので、仕事もより楽しく感じれますね。あと、まかないがめちゃくちゃ美味しいです。無遅刻無欠勤で健康であれば誰でも大丈夫です。今働き出して3週間目になります。力也さんのホストイベントに行って、ぜひ働かせていただきたいなと思ったので働くことにしました。店の雰囲気はとても良くて楽しいです。
ホールでお客さんのご飯を運んだりとか清掃などをしております。そんなに大変じゃないです。もともと飲食経験があるので全然大丈夫です。バーブモンボ、バーはね2店舗あるよね。まあゴルフバーとメイビーバーっていうところでちょっとコンセプトが違うんやけど、うん、まあメイビーはお酒飲めるスタッフじゃないときついんかな、うんうん、人と接するのが好きなみたいな感じがメインで、ゴルフバーの方は半々な気はする。お酒飲めなくてもゴルフの方が6ブースあるから、ここを担当するスタッフっていうのと店長の千秋っていうのがおるんやけど、休みなくぐらいで働いてるから、ここがしっかり休み取れるような形でサポートできるような方がいればなっていうのは思います。まあメイビーとかやったら店舗展開とかも今考えたりしてるから、スタッフが増えて次じゃあ店舗展開で分かれてやりましょうっていうのもあるし、店長としてやりたい人がおれば、まあそこできるかも。まあ実際まあ既存メンバー結構頑張ってるから、それを追い抜くぐらいの勢いじゃないと過去に行けるかはまだ保証はないけど、でもそれから気持ちでやってくれたら人間力が育つっていうね、メイビーバーに関しては。そうなんね人と接するの多いから接客として、ね、コミュニケーション能力の向上が凄まじいというか、うん、なんかあんまりこんな感じの子じゃなかったよねみたいな子が1年2年経って覚醒してたりとかするし、可愛がられ力というか、もともとだってメイビーは TikTok からの募集が多くて、まあその子らが最初来た時は喋られへんし、ちょっと問題点抱えてるしみたいな、やばいやんって言ってる子が今現状社員でやってたりとかっていうところで成長してるから、もう俺も喋って思うもん、こんなやつちゃうかったよなみたいな人変わったぐらい、ほんまに人変わってる、ね、だから己を変えたいみたいなね、うん、明るく変えたいみたいな人は結構向いてるかもしれないですね、うんうんうん、あの能力身についたらね、今後自分が何かやりたい時にほんまにプラスになるから。まあ、ティアラはね、まあ、ゴルフ興味があったりとか、まあ、好きな子でもいいけど始めてみたいなぐらいのレベルで大丈夫、若干こう違うけど募集したいと思います。ゴルフ未経験でも全然働けます。私もここで働き始めはゴルフの競技内容もクラブの種類も専門用語も全く分かりませんでしたけど、お客さんも教えてくれるし、みんないい人なんで働けます。お酒の種類知らなくても教えてもらいます。最初は飲めなくても、まあ、愛嬌さえあれば働ける職場ではあると思います。でもたしなめるぐらいのお酒飲めたらちょっと嬉しいなぐらいです。おもろい従業員もいます。えぐないそれ柔軟な対応が接客業なんでできないとダメかなと思うんで、やっぱり接客業っていうことを忘れずに臨機応変に対応できる人を求めてます。最低限のことやってもらえれば特別なことは求めないです。仕事に対してちゃんと向き合える人であれば大歓迎なので、受ければ一緒に働いてください。まあ、他のバーと何が違うのっていう、違うところ、たくさんあります。基本同伴もアフターもないです。禁止してます。そう、連絡先も言われても、ここはそういうバーじゃないんでって、まあインスタとかね、次ご来店される時に連絡欲しいんでって感じで、その時はね交換しても全然大丈夫なんです。基本そういうのは他のバーと違ってなしにしてます。まあ僕が一番大切にしてること、僕売り上げ上げますとか、お客さんめっちゃ来ますとか、僕そういうのは後でついてくるものだと思っております。何するにしてもどこ行っても人柄が僕は一番大事だと思っております。この会社なんですけど、社長のね、力也さんすごくいい方です。大きい会社ではないからこそ、意見言えたりとか、じゃあ力也さんがこう言ってくださったことも、じゃあ現場ではこうなってるんですけどって言った、ああじゃあそれはそうだねってご理解してくれる部分もいっぱいあるんです。社長とねその距離感で僕今まで働いたことがあって、そこは僕はすごいこの会社のいいところかなって思います。男が4人と、女の子もう1人副店長今日いないんですけど1人なんですよ。男女同じ比率欲しくて、女の子メインに募集したいと思ってるんですけど、それでもやる気ある方だったら男性の方でも、どうぞお待ちしてます。よろしくお願いします。お願いします。この間カフェとかの求人とかはしてたけど、あれの調子はいっぱい、想像以上にね、たくさんの方から応募していただきました、はい、一旦打ち止めっていう形を取ったんやけど、はい、またさらに緊急事態がありました思った以上にカフェの集客が増えすぎまして、8月から比べてさらに倍になりました。9月がねオフシーズンかと思いきや夏休み終わったと同時にどんどんお客様がありがたいことに増えてきて、僕が今まあカフェ出てるやんか、オペレーションとか対応とか、3日前の正解は不正解になるよ3日後にはほんまに毎日レベルぐらいで、ここやっぱ変えなあかんなみたいな。もともとね4月頭ぐらいでやってたところから比べたら7倍、いや8倍かぐらいの集客とかになってんのよ。当時2人とかで全然余裕で回るっていう感じやけど、最近3人でもちょっと厳しくって、4人いるんじゃねえとか思った以上に深夜帯が多くて、お客さんがすごいよ。深夜2時でもすごい行列できてるストーリー見た。まあ、だから深夜帯が特に今欲しいかな、カフェで言うと。昼も今始めたから、昼は昼で少し欲しいで、5時半から11時半までのこの分も1人2人ぐらい欲しいかなって形
じかな。まあ、カフェに関しては今すごくこう忙しくしてもらってるのもあんねんけど、特に欲しいのはさっきの編集と一緒、とにかく熱量っていうか仕事に対してやりがいを持ってやってくれる人が一番欲しいのよ。っていうのは手が早い人、それ今めっちゃ大事よね。うん、まあだから3人4人でやってんねんけど、手が遅いメンバーが入ると全部崩れていくよ。アサイがあったりとかフードとかがあんねんけど、ドリンク作る人が手が遅かったらフードとかアサイの方が先できてしまって、ドリンクができてないみたいな。手が早くてマルチタスク、これも今カフェには求められる能力で、ウーバーがあってテイクアウトがあって店内利用もあって、一つのことしかこう集中できませんっていうタイプは今カフェには向いてない。マルチにお客さんの声を片耳で聞きながら席の状況とか見て把握して、あそこ早くバッシングせなあかんなとかも気にかけながら、ウーバーなんて、はいウーバー入りましたみたいなっていうぐらいの視野広くできる人がカフェが一番向いてるし、そういう人じゃないと今カフェは採用できない。そんなに求めるってことは大層時給もええんでしょうな。基本がまず1200円から募集します。ただこれ能力に応じてすぐ上がります。アルバイトスタッフ一番高い給料でいうと時給1500円のスタッフ今2名います。プラスしかも深夜入ると深夜手でつくから1875円っていうのが基本時給としてやってるアルバイトがもう実際2名いますし、前回のその募集できた子時給が実際1200円からもう2ヶ月ぐらい1300円に上げました。これはもう働き方とかを評価して、下手したら来月その子も1400円とかいくかもしれんけどっていうので今こう取り組んでいってるところなので、まあ一旦こう1500円の天井に設定してますけど、ちょっとこう2000どこまで俺はやる。でも現状今1500円の子たちはすごい手も早いし、お店のことをちゃんと考えてくれてる。改善点とかもすごいね、逐一報告してくれてるし、ほぼ社員以上みたいな働き方してる子は1500円上げてるし、俺は気持ちよく1500円の評価をできるから、うん、っていうところをまあ目指したい方を一番募集したい、うん、だから時給高めっちゃええやんっていう人は庶民多分僕落とします、普通に、はい、まあそこは精査してねちゃんとやりたいと思いますので、ちゃんと自分の働いた分評価されるっていうのが今の現状のカフェです。だからそういうところにやりがいを感じてやりたい人がいれば応募してください。ちゃんと働き方見て評価しますね。夜中の時間もお客さんいっぱい来て比較的ずっと忙しいんですけど、まあ、テイクアウトのお客さんもあのアサイボール出した時にめっちゃ美味しそうとか言ってくれたりとか、また来ますって言ってもらえるととっても嬉しいです。働いてるスタッフのみんなも20代の女の子が多くて、やる気がある子たちばっかりです。今はカフェの現場に出てスタッフでやってるんですけど、今後は店舗の管理とか売り上げもしっかり見れるようになりたいです。頑張った分だけ評価をしてもらえる会社っていう風に聞いているので、頑張って上を目指してお仕事したいと思います。今は女の子のスタッフばっかりなんですけど、ぜひ男性のスタッフの方も募集しております。出勤が3部制になってて、お昼の時間、夜の時間、深夜の時間で自分の入りたい時間を選べるので、自分の生活スタイルに合わせて働くことができます。私と同じように上を目指して頑張るスタッフの方募集しております。よろしくお願いします。社員も含めてアホちゃう子だけ見る社員とかじゃなしに、アホちゃう子も見るし、カフェも見るし、バーとかもトータルして見て全体売り上げ上げる思考を持って取り組んでくれる人は社員として一番欲しいかな。そこの月給に関してはある意味いいねでいいかな。いいねいいねっていうような気持ちね。やってておもろくないのは、決められた給料で決められることしかしないってなると、こっちが面白くないというかワクワクせえへんやんか。最近俺現場出てないけど、なんか問題点あるかな、いやなんもないっすね、そうかみたいな絶対あるよ改善点なんて毎日。逆に言って良かったこともあるし、が出てこない人は決められた給料しか出せないと思うんだけど、給料50万欲しいですと、その代わりこんな取り組みしますみたいな、むしろ会社にとって300万ぐらい利益さらに出す動きをしますってなったら別に50万でいいや。そういう働き方ができる人が社員としては欲しい。話で楽しくなるような、特にだからミーヤとかそんな感じ、ちょっとしたことの話からいつも3時間とか4時間とかここ話はするけど、だから喋ってたらだんだん楽しくなってきて、これ形にできたらめっちゃええやんみたいなのを正味も俺らでやってきてるから、このメンバーがとにかく欲しい。これはもうアルバイト社員限らず、ほんでそういう熱量で働ける人が集まる会社にしたいし、そういうメンバーと一緒に一つのものを作り上げていきたいなっていうのが俺の思いというか、ということでトータルすると多分10人ぐらいは欲しいからバーも出たいです、鍋屋も出たいです、カフェも出たいですみたいな人でもオッケー。例えば週222合計収録働きたいみたいな人でもいい。飽き性みたいな。そう、みやびみたいな人にぴったり。みやびはちょっと手遅いから意外と早いよ。
自分で言ってたよ、飲食には向いてない。飲食は向いてないですね、私は。何回かやらせていただきましたけど、特にリキアと一緒に入ったらもうですがすぐ怒るから、みやびにだけな、うん、そりゃそうやぞ。そういうのは信頼あったらやっぱこう当たるところっていうのは一つなってくる。厳しく言わないとそもそも甘えるやんか、舐めてきてるやんこっちのこと。いや舐めてへんよ、声小さい言うただけやん。小さかったやんな、声がどこに向けたか分からへん。俺は昭和の人間や、背中だけ見てる盗め言うスタイルや。全店舗実際いるスタッフは結構フレンドリーやし、そこは結構会社の強みではあるんちゃうかな。結構みんな仲いいよね、うん、店舗ごとで言うと。まあどっちにしてもね、働いてみな分からんから、働いてみて違うなと思ったら辞退してくれていいです。そのためにね、体験制度っていうのが、はい、いきなり面接してそれだけであなた採用です不採用です決めてなくって、一回職場体験みたいな形でだいたい3日ぐらい入ってもらってるのかな。入った上で見てもらって、こっちは働き方を見させてもらうし、応募してる人に関しては店舗の雰囲気とか働き方を逆に体感してもらって、合うと思ったら全然働き続けてくれてもいい。こっちが不採用で働きたいってなったらごめんなさい条件不成立っていう、そういう人もいました。逆もいました、バイトの子で掛け持ちしようと思って働きました、で昼終わって夕方からカフェ入ったけど、いざやってみたらめちゃくちゃしんどくってみたいな、朝から夜中まで働いてるようなもんやから、私は体持ちそうになかったんですいません辞退させてくださいって言って、もともと働いたとこだけ集中するみたいな。でも俺全然それでいいと思う、うん、まずそういう体験制度とかも使って働いてみて条件合うなら一緒に頑張っていきましょうっていう方向でやっていきたいです。もう年末まで残り3ヶ月。早っ。ほんまやな。あ、俺言うとけど9月の記憶ないで。上海ディズニーは行ったっけ。怒涛のように過ぎていってるから今。ありがたいけどね、それはやっぱ忙しいからっていうのが一番の原因やねんけど、ほんまにすごい、まあ、人生でこんなに簡単に変わるんだっていうのもこう思ってるし、まあ、店舗もね、ほんまに赤字店舗、しかも大赤字って言ってもええぐらいの店舗がたった3ヶ月間ぐらいでとんでもない大黒字店とかにもなってるし、ちょっとしたことやね、人生なんてきっかけで大きく変わるし、これはタイミング次第。ビビッときた人はまずは DM しましょう。迷いがあるんやったらぜひあなたも人生変えましょう。やる気、元気がある皆様からのご応募お待ちしてます。ということで、人がしっかり集まったら僕は隙間バイトします。バイバイ。やりたいことが多すぎてめっちゃ店舗の話が泣くんねんな、リキアにない。寿司屋のいい物件が開くんですけど、やらないですか。もう初期費用も何もいりません。やりたい、ただ人がおらんっていうのがありがたいことに最近めちゃくちゃ多いんです。じゃあそういう人も募集しよう。メッセージだけでも、こういう店やりたいとかね。マッチングするだけこれ。